穏やかな日差しが注ぎ、鮮やかな桜の花びらが舞う、このうららかな春の果実。名門国立魔法大学附属第一高校に入学することが叶い、とても嬉しく、また光栄に存じます。私、この学校に入ってよかった。達也さんも柴さんも、二科生の人たちもみんなすごい人ばっかりなんだもん。地元じゃライバルは私たちだけだったからね。私たちは今は普通の15歳の学生。これ以上のことを望むのはわがままでしょうか。なんなのこれ。一体何か。この学校には優等生のブルームと劣等生のウィードという明確な区別が存在する。どうして達也さんが狙われたんだろう。動機がわからないの。怪しい。これは絶対何かある。反魔法国際政治結社ブラッシュ。表向きは市民運動を標榜しているが、裏では立派なテロリストだ。やろう、みゆきのためにも。少女探偵団出動。あなたも思うところがあるでしょ。この学園には。私はこの日常が好きです。お兄様がいて、素敵な友人がいて、それを壊そうとする者を私は決して許さない。一校を倒し、今年の休校戦に優勝するのは私たち第三高校よ。